ソトス症候群は学習障害、過性腸などを来たすネ染色体優性遺伝の遺伝性疾患、脳性巨人症とも呼ばれた。1964年にアメリカのソトスによって報告され、2002年に長崎大学の研究チームによって原因遺伝子が特定された。頭が大きいなどの特有の顔形、体格の大きさ、 発達障害などより小児期に気づかれることが多い。男女差はない。1964年、アメリカの外すらによって、ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシンに報告された。頻度は1から2万人に1人とされ、先天性以上としては高頻度である。大多数が枯発性である。ヨゴはが併症の心疾患、腎疾患、難治性転換の程度によって規定されるが、六十歳を、 過ぎて生存する症例もある。発達遅延の程度はまちまちであり、通常の学校教育を受けることができる症例から、一生涯手厚い生活サポートが必要とされる症例まで様々である。知能指数は21から103とされる。早後の異常によって、歯科受診時に気づかれることもある。過成長は次第に目立たなくなるが、成長とともに、 脊椎側腕などが見られるようになる。日本では2014年5月に成立した難病医療法に基づく難病として2015年に指定難病の一つとして選ばれ国の医療費助成が得られるようになった。以下の3つの所見は90%以上の頻度で観察される発生頻度は15から89%とまちまちであるント以上は生死または 卵子の形成時の突然変異によるものであり、健常者の子供が発症した場合の定前における発症率は健常者と同等である。一方、外ス症候群の患者の子供は50%の確率で外ス症候群を発症し、家族性に患者が発生する。2005年までに17例の家族性発生が報告されている。 人の5番染色体遺伝子疾患であろうと考えられていたが長く原因が判明していなかった。2002年に長崎大学医学部原爆後障害医療研究施設分子医療部門の新川野良と松本直通らの研究グループによって5番染色体の長腕の 5P35 領域の 2Q35.3 に位置する。 核内需要対決合セットドメイン保有タンパク質1位電子のハプロ不全が原因と特定され、2002年4月の米科学誌ネイチャージェネティクスに掲載された。NSD1 位電子は 8088BP のタンパク翻訳領域を持ち、少なくとも23個のエクソンがあり、人体児の脳や筋肉で高頻度に発現しているとされる。 NSD1 遺伝子が高度する NSD1 タンパクは、核内需要対決合セットドメイン保有タンパク質の一つであり、2696個のアミノ酸で形成される。NSD1 タンパクは、基地の物質であったが、長崎大学の研究チームは、世界で初めて、外ス症候群との関連性を指摘した。同研究グループは検出検査に関連した特許を、 日米で取得している。日本人では、NSD1 遺伝子を含めた部分的な染色体の血質に起因する症例が多く、全体の50%の症例が該当する。1から2割は、染色体の血質ではなく、NSD1 遺伝子内部の変異によって生じる。稀に5級35点座によっても発症する。日本人以外では、染色体の血質に起因する割合は、 約10%程度とされる。血質型と変異型とでは一部症状が異なることが指摘されており、血質型では過成長が目立たない一方で、精神地体や心臓や腎臓の危形の頻度が増加する。外ス症候群に見られる微細な染色体欠損や異常を検出することは、G 分染め法では困難である。ルーツが日系人の場合は、 まず NSD1 プローブを使用したフィッシュ法による染色体診断により NSD1 遺伝子領域の検索を行う。日本では外ス症候群の遺伝子検査が保健集裁されており、結果も数日でわかる。検体は末梢血からの血液でよく、ヘパリン化血液3から5ミリリットル程度が必要である。ただし外ス症候群の約5%に エクソン血質に関連して発症している症例があり、フィッシュ法ではエクソン血質関連の外す症候群の検出ができない。フィッシュ法で検索できなかった症例に対しては、シークエンス解析を行う。ただしシークエンス解析は高額であり、また結果が出るまで4ヶ月ほどかかることがある。ルーツが日系人でない患者では、シークエンス解析が第一選択検査となり、 シークエンス解析で遺伝子変異を発見できなかった場合、フィッシュ法を実施する。NSD1 遺伝子領域の異常は診断の必須項目ではなく、検査によって確認できない症例もある。そこで下記4項目をすべて満たせば、外視症候群として診断して良いことになっている。オート症は乳幼児期には分かりやすいが、成長が進むと明らかではなくなってくる。 ウィーバー症候群との症状の重複が多く、しばしば鑑別上問題となる。父、幼児期のオート昇乳、幼児期の火星長頭が大きく超糖、大きい手足、全額、化学の突出、口腔外、眼鏡臨列社科、真中い海を含む特徴的な外見精神発達地帯難治性、転換の場合、主な高転換薬2から3種類以上の胆罪、 あるいは多剤併用で、かつ十分量で2年以上治療しても、発作が1年以上抑制されずに日常生活に支障をきたす状態。先天精神疾患があり、薬物治療、手術によっても2歩分類で、2度以上に該当する場合。気管切開、非傾向的栄養摂取、人工呼吸器使用の場合、腎不全を伴う場合、CKD の重要度分類表の、 高リスク本質的な治療法はない。転換に対する内服治療や、心疾患に対する投薬や手術など、合併症に対する対照的な治療が中心となる。運動地帯や精神地帯については、理学療法、作業療法、言語療法などの療育的な支援を行う。歯科治療など苦痛を伴う治療では、患者の協力が得られがたいために、 しばしば全身麻酔が必要となる。類似疾患として、ウィーバー症候群と、ベックウィズ・ビーデマン症候群が挙げられ、共に、ICD-10 分類では、987.3患者に至る、マルフォーメーションシンドロームズ・インバルウィング・アーリー・オーバーグロスに分類される。ありがとうございます。